はいどうも、フーガです。今回は僕が実際に使っているおすすめのギターアイテムをご紹介していきたいと思います。はい、僕が実際に使っている持っていたら本当に便利っていうようなギターアイテムを今回はご紹介していきたいと思っています。今回ベスト5までご用意させていただきました。5つのアイテムご紹介していきたいと思います。では早速ベスト5ご紹介します。ベスト5はこちらです。ミュージックノワドというブランドのブラシになります。これどうやって使うかというと、ここにギターがありますと、でこちらの先端の四角い方、こちらをピックアップとピックアップの間に入れるんです。そうするとここの溝のホコリが取れる、そんなアイテムになっています。これだけなんですけどそう、これだけなんですけど、例えばこの先端のブラシの方はヘッドの溝、ここら辺のホコリを取ってあげるような感じで使ってあげることもできます。こういうアイテムです。これちゃんと楽器用のアイテムとして販売されているものなので、ピックアップとピックアップの間しっかり入るんですよね。寸法がねしっかりされているので、とっても便利な製品になっています。でこの商品っていうのは多分性格が出る製品だなと思っていて、いらない人からしたらそんなのいらないって言うと思うんですよね。でも几帳面な方とか、僕が几帳面って言ってるわけじゃないですけど、こういう溝のホコリすごい気になるんだよなっていう方ももちろんいるし、実際に僕もレビューをする段階でインサートの撮影するとき、ギターもそうだし、エフェクターとかのホコリを取るときにこういうの使ったりするんですよね。映っちゃうとちょっと嫌じゃないですか。といった感じでメンテナンス品になります。ミュージックノワドのブラシでした。はい、続いてベスト4行ってみます。ベスト4はこちらです。ちょっと見えづらいかもしれないんですが、こちらですね、シャーラーのエンドピンになります。ロックピンとも言いますね。いやもはやね、今更かよって感じかもしれないんですけど、もう定番中の定番のロックピンになりますよね。で正直シャーラーだとちょっと値段が張るので、別のブランドで安く買えるところもあるので、そちらの方の URL、 Amazon の方の URL をですね、概要欄の方に貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。基本的に僕が持ってるギターは全部ロックピンに変えております。やっぱり取り回ししやすくなるので、ストラップがこう演奏中に外れるっていうような事故を防ぐ、そんなセーフティー用のアイテムになります。もちろんカチャカチャ言ったり、そういう部分は気になったりはするんですけれども、しっかりねワッシャー止めてあげることによってそこら辺は改善できるので、本当につけた方がいいアイテムだと思います。演奏中のトラブルとかね、ライブとかだったら最悪ですからね。もうストラップ取れちゃってギター落っこちちゃうみたいな、本当に最悪だと思うので、そういった事故を未然に防ぐようなセーフティーアイテムは必ず使った方がいいと思います。続いてベスト3ですね。ベスト3はこちらです。すみません、ちょっと画像を出すんですけど、こちらになります。コルグのラックチューナー、ディスプレイチューナーになります。こちらですね、お値段約1万円とちょっと高くはなるんですが、視覚的に見やすいっていうのが一番のポイントになるかなと思います。ラック型のねタイプなので、非常に大きくって見やすい、それから青のね LED が映える、本当にかっこいい商品になります。もう男の子ってねこういうの大好きですからね。普段は、ケンパーの上に常に置いてある状態で、ギターを弾くときとかレビューするときもそうなんですけど、基本的にオンの状態で使ってます。でチューナーにおける視覚的な見やすさっていうのは一番チューナーに求めてるものなんじゃないかなと思うんですよね。で個人的になんですけど、目が悪いのでこれぐらいディスプレイがあるようなチューナーだとね、この上ないと思うんですけど、これぐらいのねチューナーだとすごいね見やすくて、演奏とかあと練習してる時にこれが常にオンになっていると、チョーキングをしたりビブラートをした時のピッチの確認ができるんですよね。すぐ足元に皆さんチューナーって置いてるんじゃないでしょうか。この商品っていうのは足元に置くようなものではなくって、自分の目線と大体同じぐらいの高さに置くことによって、大体弾きながらパッてこう確認できるんですよね。それがもう何よりも強みだと思いますし、練習の精度をより高めることができるので、ピッチ確認のね面でもとても優秀な商品になるんじゃないかなと思います。さすがのコルグさんだなと思うのは音質ですね。通しただけで音が膜張るようなチューナーではもちろんないので、音質面でも完全に保証できます。僕はもう本当におすすめできますので、かっこいいチューナー、ディスプレイチューナー、ラックチューナー、ここら辺ね探してる方はぜひねこちらの商品を検討してみてほしいなと思います。続いてベスト2ですね。ベスト2はこちらです。はい、こちらなんですけれども、これギタークロスになります。40cm×40cm と結構大きめの大判のマイクロファイバーのギタークロスになります。
これがマジで本当に今回おすすめしたいです。一番おすすめしたいかもしれない。一番とか言っときながらベスト2なんですけどね。これの何がいいか、もう淡々と言ってきますけど、まず大きさですよね。大きいのとマイクロファイバーを使用しているということなので、もう本当に繊維が細かいんですよ。でケバケバがもう出てこない、ホコリが出てこないんですよ一切。あの安いギタークロスとか楽器用クロスって、もう一回使っただけで逆にギター汚くなるみたいな、ホコリ出まくっちゃうみたいな。でもマイクロファイバー極細の繊維なので、一切これからホコリが出るっていうことはないので、めちゃくちゃいいです。で気になるのは値段ですよね。実はこれ 40cm×40cm 4枚入りで1200円です。安くないですか。1枚300円。あの楽器用のクロスってマジで高いですよね。同じようにあのマイクロファイバーを使用した楽器用クロスでも3000円とか平気でしちゃうんですよね、1枚だけで。いやもはや消耗品なのに3000円はきついっしょと僕は思うので、これは Amazon で見つけて愛用しています。 40cm×40cm の大判なので、例えば半面こう2つ折りにして、半面は弦を吹く用で、半面はボディを吹く用とか、使い分けが結構できるようになってますんで、そこら辺もねおすすめがしたいところですね。しかもねちゃんと黒っていう色がいいですよね。なんかいろんな色出てますけど、結局黒で使い勝手がいいのってあんまないので、そこら辺もねめっちゃおすすめなんですよ。これに関して本当にメリットしかないので、ぜひねこれもチェックしていただきたいなと思います。ベスト2でした。はい、ということでですね、ベスト1堂々の1位、こちらをご紹介していきます。ベスト1はこちらです。 KC というブランドのギタースタンドになります。ちょうどね僕のここにあるんですけど、ちょっとね今見えないと思うんですが、画像を出して詳しく見ていきたいと思います。こちら6本立てのギタースタンドになります。でラックケースになっていまして、組み立ててこういう形にしています。内装面は化学繊維のね毛で覆われてますので、ラッカー塗装のギターとかヴィンテージギター、そういったものに非常に優しい仕様になっています。ラッカー塗装の、まあ、楽器っていうのは長時間ゴムとかに接していると塗装がね劣化しちゃったり溶け出したりするっていうのがあるんですけど、そういった心配が一切ないものになります。そして僕が買った理由なんですけど、これ6本をこんなコンパクトにまとめられるっていう点が一番のメリットなんじゃないかなと思って購入したんですよ。6本のギターを部屋に並べてみてください。めちゃくちゃ場所取るじゃないですか。でも6本をこんなコンパクトにまとめられるんですよ。横幅1メートル、奥行き50、60センチぐらいの、本当にそれぐらいのサイズ感なので、めちゃくちゃ部屋をコンパクトにできます。で、これ本体がアタッシュケース型になってるので、実は持ち運びもできるんですよ。なんかもう本当最近は機材が増えてきて、部屋がもうどん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 ちっちゃくなっていっちゃうんですけど、本当狭くなっていく中でもやっぱりギターっていうのは増えていくじゃないですか。6本立てでしかもこんなにコンパクトで、ギターの安全性も高められるというところでは非常にいい商品なんじゃないかなと思います。またね以前ね僕が使ってたスタンドこんな感じのやつなんですよ。でこれはですね揺れとかに非常に弱いんですよね。足がやっぱりあの鉄ではあるんですけど、ジグが細いのでどうしても、ね、揺れとかにとても弱いと。で今回ご紹介したこのスタンドはですね、そういう軸とかいう話じゃなくて土台としてドーンと置いてあるので、もう揺れとかには完全にね強いです。まあ、自宅用ギタースタンドの最強格になるんじゃないかなと思います。はい、今回は僕が実際に使っているおすすめギターアイテム、まあ、ギター周りの備品ですね、こちらをベスト5にランク付けしてご紹介させていただきました。すべて Amazon で買えるので、すべてねリンクを概要欄の方に貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。ちょっと値段は張るようなものもあるんですけど、絶対持っといた方がいいコスパ最強なものも今回ご紹介したのでね、今後皆さんのお役に立てる商品ばかりだと思うので、ぜひチェックして見ていただけたらなと思います。以上をもちましてこの動画を終わりにしたいなと思います。チャンネル登録、高評価、それから Twitter のフォローもお待ちしております。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。